エネルギー資源とは、産業、運輸、消費生活などに必要な動力の源。18世紀までは主要なエネルギー源は、水力や風力、焚き木、炭、原油などであったが、19世紀の産業革命の頃からそれらに変わって、石炭、石油が主に用いられるようになり、20世紀には核燃料が登場した。最近では、一次資源が、 枯渇性エネルギーと再生可能エネルギーに分けて考えられるようになっており、再生可能エネルギーの開発とそれへの移行が進行中である。消費されるエネルギー資源の構成が劇的に変化すること、あるいはその転換期を指してエネルギー革命と呼ぶことがある。転換期としてのエネルギー革命とは、第二次世界大戦後の石炭から石油への急激な エネルギー源の転換などを指すことが多い。エネルギー源は、抗議には他のエネルギー源に変換し得るものを指す。競技には一次エネルギー源を指すことが多い。一次エネルギー源は自然界に存在しているエネルギー源を指し、二次エネルギー源は一次エネルギー源を何らかの形で変換したものを指す。多くの場合、二次エネルギー源は電力、水素を指し、 それ以外が一時エネルギーと考えることができる。最近では一時エネルギー源は再生可能エネルギーと枯渇性エネルギーに分類されて論じられることが多い。本節では一時エネルギー源のみを以下に列挙する。化石燃料原子力かき込みは大元が木質バイオマスの場合は再生可能エネルギーとして認められるものもあるが石油起源のものは 再生可能エネルギーのカテゴリーには入れるべきものではない。また、新エネルギーのカテゴリーには入っているが、基本的に、これはエネルギーの効率的変換装置であって、エネルギー源ではない。世界の一時エネルギー消費実績と予測アメリカ合衆国エネルギー賞、エア世界の一時エネルギー消費実績2010、人類のエネルギー利用は、 一気の摩擦によって生じる熱エネルギーからと言われる。熱エネルギーを活用して、木々を燃やし、暖を取り、調理を行っていた。濃厚が始まるとともに、風力、水力、エネルギーは、風車や水車などを動かす機械の動力として利用され始める。太陽光エネルギーは、食べ物の乾燥、加熱などに利用されるようになる。大規模な熱エネルギーの利用形態である。 蒸気機関が発明されて産業革命の原動力となり社会を大きく変えることとなる。蒸気機関は熱エネルギーを水蒸気の形で蓄えて力学的エネルギーに変換することのできる機関である。初期の蒸気機関では熱源として焚木や石炭が用いられていたが石油の発見及び生成技術の発達とともに徐々に石油や天然ガスへ移行している。 しかし、現在でも発電部門を中心として石炭蒸気ボイラーは相当数利用されている。その後、蒸気機関よりも直接的に熱エネルギーを力学的エネルギーへ変換する手法として内燃機関が発明される。また、蒸気機関や内燃機関によって得られる力学的エネルギーを電気エネルギーへ変換する手法が確立され、 社会の電化が進むこととなる。核分裂は第二次世界大戦前後に現れたエネルギー源である。蒸気機関や内燃機関が基本的には化学物質の燃焼であるのに対して原子核分裂では核分裂反応を利用しているために莫大なエネルギーを取り出すことが可能である。核分裂は当初原子爆弾などの軍事用途に用いられていたが戦後は 発電用途でも用いられるようになる。しかし、各分裂反応では放射性廃棄物が発生するために、特に原子力発電では放射性廃棄物の処分が問題となることも多い。核融合は、核分裂よりもより大きなエネルギーを得ることのできる方法である。放射線や放射性廃棄物を生み出すものの、核分裂よりはリスクが少ない。当初は、軍事用途にて用いられていたが、 核融合炉等の発電用途に向けた研究開発も進められている。1970年代に入り、石油機器や化石燃料の枯渇や燃焼ガスによる様々な環境問題が起こり、風力、水力、太陽光エネルギーが着目されるようになった。これらのエネルギーは、二酸化炭素をはじめとした、環境汚染の原因物質をほとんど出さず、 継続的に利用可能であることから再生可能エネルギーと呼ばれている。その後、地熱、波力、海洋温度差、バイオマスなどの様々な再生可能エネルギーの利用に向けた研究開発が進められているものの、未だ一般に用いられるほどには普及が進んでいない。また、燃料電池は水しか排出しないために環境に優しいと考えられており、 民生部門や運輸部門にて導入が期待されていて、研究開発が盛んに行われている。しかしその燃料に用いられる水素はメタンから作られ、その過程に二酸化炭素を発生するため、問題解決への優れたエネルギーであるとは言い難い面もある。石油危機器以降、エネルギー利用の効率化が進められてきている。産業部門ではエネルギー減単位の改善が、 継続的に行われていて、民生部門では、小エネルギー家電の開発、普及が進められている。運輸部門では、ガソリンエンジン単体での効率向上だけではなく、ハイブリッドカーなどの新しいシステムを導入することによる効率向上も進められている。エネルギー資源に関する世界情勢は、政治、経済的側面が強く、単純に述べることは難しい。近年は、 地球温暖化への関心の高まりから、温室効果ガスの削減に向けた京都議定書と、その履行に注目が集まっている。国内では、京都議定書の削減目標の達成に向けた、様々な方策の実施、エネルギーの規制緩和、再生可能エネルギーの利用増大などに注目が集まっている。世界エネルギー企業トップ5社は、以下の通りである。AB、デジタル大事選。 世界大百科事典3巻616ページエネルギー資源 AB 世界大百科事典3巻615ページエネルギー革命ありがとうございます